現代的にっていうのもありますけど、近代自分たちが知ってる形の姿をたくさん混ぜるってことです。もともと自分たちがこう室町時代っていうイメージしているものが本当にそうなのかっていうのはすごく狭いところで考えていて、で近代に現れたそういうダンスとか音楽とかがもう自分たちが作ったような気持ちでいますけど、過去にもそれはあったんじゃないかっていうことは大パーツのようなイメージがあって、で本当背面引きもジミ・ヘンドリックスとか言うし、いや実はなんか50年代にもっとそういう後ろで弾いてる人がいました、でも1000年ぐらい前にビアードを弾いてる人がいましたって絵があったり、それだったらもう本当古代から弾いてたんじゃないか、今と考えるようなことは誰かがやってたんじゃないかっていう思いがずっとあって、それをなんかなんですかね、あんまり自分たちがやっててあの人たちやってないと思うのがちょっと失礼なんじゃないかなっていう部分があって、昔にそういうことがあってもおかしくないんじゃないかなっていう意味合いで、いろんな時代のパフォーマンスを混ぜることにしました。